どうもボビーアートレザーのボビーです。ですね、久しぶりの動画ですけども、以前投稿した動画にですねコメントをいただきましてですね、今日はですね、今回はですね、その効果というかそれについて、僕も初めてなんですけどもレビューをしたいと思います。まあ検証ですね。何や言うたらですね、サフィールっていうところのですね、ちょっとね、レプタイルクリーム、これこれどう合ってるかな、で、このクリームをですね、使ってですね、まあちょっとどういう内容か言うたらね、ご相談の内容をね、まあこう蛇のね皮の、まあ、黒い、まあ、これも黒い皮ですけど、黒い蛇皮ですね、ダイヤモンドパイソンの染めてるやつですね、それの、まあ、革製品を持ってて、それをちょっとこうこのクリームを使って、メンテナンスしたいんですけどもということでご質問があったんですね。それでまあ僕もですね、持ってなかったのでね、まあだけど取り扱ってるっていうか、作品でね使っ、まあ、実際僕が手掛けてる作品がですね、まあ、こういうエキゾチックレザーですね、これとかエイとか、それこそワニとか、まあ、今言ったらウミガメとかね、まあ、もろもろそういうまあ、俗に言うエキゾチックレザーを使った作品が非常に多いんでですね、まあ、そういうこともあって、僕もこうやっぱりこう作者としてもね、そういうメンテのこととかもちょっとやっぱり知っとかなきゃなと思いましてですね、急遽動画を回すことにしてます、ね。どういったものかと言いますとですね、ちょっと待ってくださいね、もう、こうなんですかね、レザーはエイジングね、エイジングですよ、心はアンチエイジングってことを売りにですね、日々、取り組んでやってますけどもね、抗えない時もあるんですね。ちょっと文字が思っているよりこう小さいんですね。ちょっとってね、ちょっとそれで、読ませてもらいますね。この、ね、クリームのサフィールのね、商品説明。ヘビ、ワニ、トカゲ、エイ、サメの皮に使用できます。表面の汚れを落としながら栄養成分を与え、独特の風合いを保ち、光沢を与えますというふうに書いてますね。使用方法。最初に柔らかい、布や馬毛ブラシね。で、軽く表面の汚れを落としてから、柔らかい布にクリームを取り、少し揉んでなじませてから、全体に薄く優しく、塗り込んでください。比較の脂肪の中にクリームが白く残る場合は、柔らかい、うまげブラシでね、ブラシですね、ね、優しくブラッシングしてください。5分ほど放置してから別の柔らかい布で力を入れずに軽く磨き上げてくださいと書いてあります、ね。まさにこのボビーアドレザーにとってもですね、この知っとかなきゃいけないやないかというような内容をね、実にそういう内容でしたんで、これからアトリエのテーブルでですね検証したいと思います。それでは、どうぞ。それではですね、このサフィールね、このクリームをですね、開けてみましょう。さあ、中には何が、あ、これクリーム、ね、箱よりもこうちょっとこういやいやスリムな、ね、箱の大きさにしては、スリムなクリームが入ってますね。あとこれも金具に使えばいいのかどうか
なんですけど、まあこうどうしましょうかね、まあ、クリームがこう布がクリームの布が入ってたんでね、これは空拭きに使いましょうかね、まあどうしよう、まあちょっとここにつけてみましょうか。で、まあ、使用する皮はですね、このダイヤモンドパイソンの墨黒というかね、もうちょっとこちらカットしたところにもね、この辺をちょっと使ってですね、検証してみましょう。見てて、最初に柔らかい、まあ、これ、まあ、汚れはね、まあ、汚れ、まあ、自体はないので、まあ、このままつけましょうかね。あ、ほんまにクリームやほんまにクリームやわ。ちょっと待ってね、もっとこう何ていうワックスみたいな感じかと思ったけどね、このほんまにこういこんな画面がこういう感じのクリームですね。これをちょっとこぼしそう、ああちょまあやってますね、こういう感じでね、ちょっとこうちょっとつけてみましょう。でこれちょっと揉んでみましょう。ここがこうなじましてね、でちょっとこれ蓋して、ちょっとまあなかなかまあよくこのギターとかをの、ね、表面を掃除するポリッシュにちょっと感じが似てるかな。もうかなりなんですか、こうワックスっていうよりもほんまのクリームですね。イメージはこうワックスのイメージだったけど、思いっきりクリームですね。でこれをですね、ちょっとこう、まあ、毛はっていうか鱗はこっちに流れてるんでね、ちょっとどうなるかね、ちょっとこれまあ半ツヤみたいな感じですね。あ、なるほどなるほど、わかりますかね、こう、うん、ちょっとこう見えますか、こうなんていう、まあオイルというか、さっきのねクリームが浸透し、もうすぐ浸透してるのが分かりますね、うん、見えますかね、ここいらへんがね、まあ、こうねちょっとこの周りにね塗布してみますね。まあただまあそうですね、こうご相談いただいたね、ご相談いただいた方からはですね、こうクリームを塗った後にこうまあクリームが変にツヤがね残ったらどうしようかなっていうお悩みがあったみたいなのでね、まあ、それもね兼ねてね、僕も適当にはちょっとね申し上げにくいんでね、よしこんな感じです。まあ、5分ほど、まあ、こんな感じ塗った後は、まあ、どうしてもこうね染料が若干ついてきますけどね、けどまあ、うん、こうなんかこう浸透したっていう感じはしますね。ええ感じに、もうさっきもここまあね最初塗り始めた場所なんですけど、どうですかね、もう浸透してもうすぐまあサラサラですね、うん、まあ、比べてみましょうか、この辺と。まあ、問題ないですね。うん。艶が目立つとか、そういうふうなこともないみたいですね。うん。汚れ、まあ、これも皿やからね、別に汚れではないんで、うん。いかがですかね。特になんか、まあ、ちょっと空拭き、こっちのね、使ってないところで空拭きしてみましょうか。うん、塗ったそばから、裏も、うん、なんか、べちょべちょになるわけでもなく、うん、塗る前と、そんな変わりませんね。うん。僕はそういうの見受けられますね。こう今、ライトをね、照らして、照明をね照らしてやってるんですけども、特に、うん、むしろこうパサパサ具合が、うん、滑らかな感じ、いい感じですよ、うん、なるほどね、うん、これええわこれええわ、うん、ね、最初、まあ、僕もこう、まあ、いろんな
ものを見たことはあるけど、ね、これに関しては初めてやったんで、普段は僕もラナパーとか使ってるんでね、ラナパーは逆にツヤを増した感じになりますけど、やっぱ乾いたら、なんていうんですか、蒸発して、もうここにはまだこう、このさっきのこのクリーム塗ったところはまだ、なんですか、あのネチョネチョっていうか、あのネチョネチョって言ったらちょっとあれよね、具合悪いね、あのこうなんていうんですか、このクリームの、クリームがついてるよって感じになってますけど、このね、塗布したところはもうあのサラサラしてるというか、むしろ平坦に、この鱗のでかいところやってみましょうかね。うん、なんか他のなんかレーザーも、ただまあ僕思うのはスウェードのもんとかはちょっとどうかなと思いますね。ちょっと試してみましょうかね、スウェードの、うん、例えばスウェード調のリザードとかね、ちょっと待ってくださいね。ね、これ、これリザードのこの半ツヤになってるやつなんですね。これさっきのこれ、ダイヤモンドパイソンね。まあいろいろやってみましょう。せっかくなんでね。でこれは、まあ、ちなみに半ツヤのクロコダイルですかね。うん。もう、まあ、歯切れっていうか、もう使うとこないなって感じ。リザードもね、こういっぱいあってね、こう歯切れがね。何かに使いたいけど、まあ、うん、よし、ちょっとこれやっぱりね、これそーっとこうクリームをこれそーっとね、ちょっと画面ね、そーっとこう、この、うん、これ多分こういう半ツヤでも、こういう半ツヤのものはどうなんやろうと思ってね、ちょっとね、気にはなるんでね、ちょっとやってみましょうか、このこれやってみましょうか。またこれこうして、でこのクリームの部分をちょっとこう揉んで、まあ布にね、なじませてですね、まあね、これで、でもここで塗ってみましょうか、まあ、こうですね、ここら辺をね塗ってみましょうか。まあ今この、まあこんな感じでね、表面は、指で伸ばしてもいいんじゃないか。表面的には、うん、ちょっとこう湿りっていうか、うん、出るけどね、まあ、中までこう入れにくいっていうかね、まあ、どうだろう、まあ、表面的に、うん、なんかこう、もともとこう毛羽があるんでね、こう、うん、こんな感じ。ここが今このクリームをね、これをクリームを塗ったところなんですけどね。どうやろう。まあこういうところは、塗ってないところはやっぱもともとの毛羽というか、スウェード面になってますね。こっちはまあ塗ったらやっぱスウェード面はどうしても。こうなんていう、スウェードの感じは半ツヤの、これはもうツヤ系マットな感じだけどね、こっちはまあ表面がこうクリームって、まあ内側はね、このシボの内側はそのままですけど、これはこう分かりやすいかな、こんな感じになりますね。だから、ま、完全なマットのものにはまあ風合いはどうしても目がつぶれるみたいな感じで、逆にそれがまあ磨いたような感じに今映るでしょうね、うん、こんな感じですね。はい、じゃあこれもまあ半ツヤっちゃ、まあ、いろんな、もともとやっぱこういうなんて仕上げが違うからね、一概には言えないけど、まあ、よくある感じで、まあ、こういうね、まあ、半ツヤですよ、のこのクロコダイルのこの脇のとこっていうか、風がね、このちょっと柔らかい、この辺のね、細かいところの、やってみましょうかね。もうちょっと大丈夫かな。ちょっとこう作ってみようか。で、こう締めて。まあ、もうじゃあ、ここら辺ね。レッツトライ。はい。
まあ普通に綺麗になってますね。うん、めっちゃええ、あのクリームが浸透して表面のこのパサつきっていうか、まあもともとねこうあの芯染めしてる素材なんですけど、よりこう深みを増しますね。あ、こういうような感じは、あ、これいいな、うん、ちょっと今このここがちょっと寝てないとするけど、まあちょっと5分ぐらい置いたらまだ変わるかもしれないけど、あ、こんな感じかな、わかりますかね。あ、まあこっちはあの こうしようか、ね、磨いたぞって感じが、うん、僕はこれありかな、うん、この独特の風合いで、まあ、あの柔らかさは変わらずって形で、ここ別にベタベタするわけでもなくて、うん、非常にいいですね。まあ、こういう完全なこの マットっぽい感じにもやってみましょうか。ここね、ここら辺、ここ、まあ、ここら辺ね、ここら辺やってみましょうか。うん、やっぱりもうちょっとつけるわ。そうだね。同じとこばかりつけるから、なんかちょっと指も若干こう、ね、粘がついてきたっていうか、なんかこう、クリームを、クリームって感じね、まあ、乳液よりも多少粘度があるというか、うん、ね、肌につけるようなね、うん、日焼け止めクリームよりはベタベタせえへんかな、うん、これこんな感じ、うん、あんま変わらへんね、うん、だけどあのま、あの汚れ落ちとかね、あと保護っていうか、こうやっぱこうあのワックスというかね、そういうのはもういろんな成分が入っとるやろうから保護するような、だからあのなんていう、乾燥にはいいかもしれないね。完全に乾燥したらあのほんまにあのレザーがほらあのパッサパサなってね、あの弱くなるんですよね、このしなりというか、あのこの粘りというか、そういうのが失われてね、あのこう、あ、まあか、まあ画面で見てどれぐらい分かるかがあるけど、分かるか、分かるかな、うん、なんかあの何て言うあの手入れしましたよって感じかな、うん、いいと僕はもうこれはありかなと思います。まああのこういう完全なマットが好きなんやっていう方は、まあ、ほんまの空拭きで、あの、まあ、ほんまの空拭きでそのままこう磨いてもらえたらなと思いますけどね。ただまああのワックスでこうクリーム塗ってこの潤いを与えるような感じで、まあ僕はこれはこれでいやらしい感じにはじゃないですね。むしろあのなんていうの、磨き上げた感じがして、メリハリが脂肪とかのね、あと表面とかやっぱこう照りがの立体感が生まれるかなって感じしますね。これね、もう今アトリエに大量にあるなんでこれこんな、これ なんかこれで作ってもらいたいよっていうのがあればね、あのハットでもハットとか面白いかもしれないこれ、あの、うん、これはもうこうもともとこう何よ、ローが入ってるのこう磨きが入ってるのね、こういう風合いなんでね、うん、特にまああの磨いても、磨いたら逆にどうなんやろと思ってね、うん、まあなんていうの、レザーの保護になる感じがしますね、うん、で、うん、まああのまあ普通に、うん、いい感じですね、うん、これをね、なんかこういうあのちょっと普通はこれがもうちょっと真ん中にあるんが綺麗いんですけど、もういろんなちょっと不規則な感じとも、ま、混ざったりして、うん、まあ、いろいろ、あ、まあ、ボビアドレードの場合はこうあのランダムなっていうか、こうパッチワークのようにねつなぎ上げるのが作品が多いので、まあこういうガタガタとなってこう不均等な感じもね僕は好きなんですけども、まあ こういうハットやらキャスケットだったら面白いなと思って、まあなめっちゃあります今。あとせっかくばかり多いけど、
あ、これこれあのエイですよ、レンセキね、これ、あんまり最近これね、一時期よくあったんですけどね、最近そんなないんですよね。まあまあ今こういう感じで、これ僕も個人的に、好きだな、あのエイの皮ですけどもね、こっちが尻尾の方なのかな、うん、これギターストラップとかかっこいいと思うよ、ベルトとかね。あとまあ、僕はもうこれあのこうカフスに使ったりとかね、あの革ジャンの、うん、まあいろいろ使いましたね一時期ね。ただまあこれをね、まあまあこれ違う動画で言おうなかなか大変だよね、これやっぱこう革、まあ革っちゃ革やけど、あの何他の革よりもこのまあカルシウムというかもう骨なんで、ポンチがねこれこういうので僕は穴かけたりするんですけどね、これでここがもう一発っていうかもう お釈迦になりますね。これもちょっとね、これもちょっとこうね塗布してみましょうね。だいぶこう旬できたからね、ここまあこの先っぽっていうか、まあこれはねこれですね、ええかもね、ほらほら、うん、エイの皮もなんかこう、まあ、こういう ブーツとかね、まあ、これブーツとかにもええんちゃうかな、あのバッグももちろんええし、でも保護にもなるじゃないですか、オイルっていうかこういうワックスやったらこう多少ね、まあもともとこう膜を張るというか保護をするので、水濡れとかね、そういうのが強かったらねカビも生えにくいし、うん、どうしてもね、これも普通にきれいになったかなって感じ、もうあんまり分かんないですね、うんうん、ただこう触ったらなんか違うかな、なきよ、ちょっとパサパサした感じがこっちが、うん、ちょっとしっとり感というか、何保湿成分が入ってますよ的な、保湿されましたよって感じの、なんかええ感じでね、うん、こんな感じね、こういうふうこれを使ってね、オリジナル作品とかね、こんなん作ってほしいけどなとかになったら、いつでもご連絡くださいね。まあ宣伝は PR はこのこれくらいにしておいて、じゃあね元に戻りますよ、ね、先までのものはどうなったかって、まあ、多少そうですね、多少の、まあ、ここね最初これ何回もまあまあ1回2回じゃなかったんで、若干の深みは出るけど、その深みがこう出てますけどね、うん、マットの感じをどれくらいまでをキープするかっていうか、もうね、まあ、もうなんていうんだろう、もう半ツヤまではいかへんけど、やっぱこう多少の風合いは、うん、もう潤い、まあこれ、まあ、普段ねこれもまだ革ジャンになったりしてないんでね、デフォルトのままっていうかだけど、うん、深みは増した感じがしますよね、このここら辺は。もうほんま好みっていうか、うん、ツヤツヤになったかいからそうでもないし、ただ触った感じは、うん、別にそのネバネバすることもやっぱりないし、潤いがあるから、まあ鱗もね意外にこうパイソンの鱗ってよっぽどのことがないとめくれないんで。まあ、こういうのはね、こういう大きいやつはあれやけど、こういうところはそんなにめくれにくいし、
こんなこんなんで僕めくれたことあんまないから、うん、気軽にねこうしっかりしてるんですよ。裏はねこんな感じですね。まあ大体商品になったらこうねこう裏隠してるからね、みんなね、こんな感じですね、うん、もうこううまいことなってるんでね、まあ、まあ天然物なんでね、これまあ、あの本物の蛇やからね、あのこんなこんなこんなになったらね黒ちゃうよ、うん、あのこうほんまはこう何よこうダイヤモンドパイセンがこう柄があるんやけどね、うん、それをこう染めてこんな感じ。いや非常に柔らかいね、エロティックなっていうか、なんかこう、うん、いい感じやね。まあこんな感じ、こんな雰囲気でなりましたね。こっちが、まあ、塗ってないとこ、そんなに塗る。で、まあ、これ全然塗ってないとこね。これ、ちょっと蛇腹開いてみる。蛇腹って、これ蛇腹ね、こっち。ね、こんな感じ。こっちは、まあ、苦いか。うん。もうこれを、もう磨いたら、まあ、多少、やっぱりあれかな、まあ、全く変わらへんよっていうわけじゃなくて、うん、せやと、まあ、大体普通のオイル塗ってもこんな感じにはなるんじゃないかな、これね、うん、僕はまあこれでけんあのまあこういう感じになったんで、まあね使うか使わないかはまあお任せしますけどね、うん、検証してみ、もうちょっと検証してほしかったらいろいろやってみるけど、うん、まあこれまあ光に当ててこうしてるからまあ塗ったばっかりやし気にはなるんかも、違いが若干ねこう見えてますけど、多分そんなに、うん、思ってるよりもこうコントラストがあるわけでもないし、うん、こう見る光が当たる角度によったらこうワックスをかけたなって感じはしますけどね、うん、逆にちょっとラナパーをね、ラナパー塗ってみようか、ね、比較っていうかこれね、ラナパーのね、もうほぼあらへんけど、うん、もう十何年通ったらこうなのね、だからこれをねこれねスポンジで、ね、もう一個こうやってこの片割れの方ね、ここをですね、じゃあラナパーで、ラナパーとか塗ったらもうほらもうローを塗ってますよって、もうローを塗った感がもう表面に、うん、もうあからさまに、わかりますね、あからさまに、うん、このねラナパーこれ塗ったらもうあからさまにこう、まあ、それで比べたらこのサフィールのこのやつがもうあんまりね変わんないじゃないですか。他のまあもうよくあるこういうねラナパーとかを塗るとほんまワックスをかけたような、これ大体こういう ムートンのね歯切れとか、あとまあスウェードとかね、スウェードじゃないわ、フリースや、フリースとかね、こうなんか磨くにね、こうお財布とかこう表面とかね、こういう感じでしてあげるとね綺麗になりますよ。まあ、余談また余談ですけどね。まあちなみにでもナナパーとかそういうこういうクリーム塗ったら、クリームっていうかこういうワックスっていうかね、手入れ用のものを塗ればもう艶消しっていうかマットなのがもうテカリがね、画面映ってるかな、でまあこっちの方はやっぱりそのほぼほらこっちね重き塗ったとこやんか最初ないんで、まあこんな感じの心配されてる方ね、設定の方はどうしようかという、ほんまこれこうやんでなかったら
あのもうこれやったら、まあ、僕の範囲ですよ、あくまでもあの僕 の, あのイメージの範囲やったら、まあまあ、そんなにね変わらへんかなって感じがしますね、まあ、そうあのランナーと比べたらもう歴然と、うん、これはこれで、もしそのエキゾチックレザーでその半ツヤぐらいの同じねこのエキゾチックレザーをね使ってはる方ね、言ってたら、まあ、こんだけやったらまあまあ持つと思うんでね、意外に。でやっぱね、柔らかいし、うん、でまあ布も、まあ、付属の今今日は使いますけどもね、うん、まああのまあ、まあ、これ肩ついてるんでね、うん、これをこのままこういうとこ一箇所、僕も生えたとこ、こっちか一箇所ね、こっちにこう縫って拭いて、でまあこういう綺麗なところでタッチアップするというかね、ちょっと乾いてからもう5分以上多分なったと思うんでね、そういう感じで今回のね動画はですね、サフィールのレプタイルクリーム、レプタイルクリーム、レプタイル、レプタイル、ね、クリームをちょっとご相談いただいた方の代わりにですね、検証させていただきました、ね、ご検討いただければ幸いです。お役に立った方はグッドボタンね、チャンネル登録もよろしく。じゃあね、バイ、またお